白馬も浜田通信の地図ね、今日が中日、週の中日の水曜日ですかね、いうところで、お仕事のね、もう汗かいてる、風呂上がりでね、無事にね、お勤めを終えてまいりましたけど、皆さんもどうでしょうか。お勤めの方はね、お勤めを無事に終えられましたでしょうか。つところでね、なんでしょう。この時間帯もね、まだお仕事中の方につきましては、ラストまでね、頑張っていただきたいかなというところでね、これ今日ね、暑いか、昼暑かったでしょ。で、散歩行って、暑かったんですけど、途中から風が出てきて、なんか肌寒くなってきたりなんかしてね、これ、どうしたらいいかわからなくて、長袖先着て、これ上、T シャツでね、行こうかなと、汗かいてね、思ったんですが、中半袖もう一枚になって上からこけてね、けったいなことになってますので、まあ、それはいいんだけどもね、別にそのファッションショーではございませんのでね、別にそういうのも、お構いなくってことでね、やってる本人がそれでいいということですから、それでいいということでね、8時の20分、22分か、ね、巻きは巻きでございますけどもね、今日はね、順番からいくと、この曲ではございませんけどね、何でしょう、手がね、まあ指が昨年11月にね、ご存知の方もいらっしゃると思いますけどもね、ちょっと機械挟んでね、怪我したというところでね、ずっとカラオケやったんですよ、弾けなくてね、そしてカラオケもね、まあ、自己満ですからね、別にジャンカラ行ってやるんじゃないんで自宅でやるカラオケですからね、いうところでね、まあまだまだもちろんネタはございますが、一旦ねフルでできんでもショートでもジャカジャカでね、自己満のジャカジャカでと思ってやり始めて、一つのファイルを順番にねめくっていくということで決めてねやってございますけどもね、今日はね久しぶりにリクエストに答えたりなんかしたりなんかしましたねっていうのもその忘れるね言うたらいろんなねたくさんそのできないんですよ、自己満でしょ、できへんけれどもできるとね、やっぱりご覧になっている方はねできると思われてリクエストこれお願いしますとかってあるんですけども、大概はできません大概できません、もうファイルにあるやつしかできませんというところでね、それで学習をするね時間がね限りなく少ないです、これぶっちゃけ毎日でしょ、ですからね追っつかないですよ、ビも自慢なしでしょ、まさか夜中とか明け方にやるわけにいかないですかね、まあべしゃりもいいから先歌えということがね、またこっちから聞こえてるからね、とりあえず行きますけど、そっからこれ終わってからのべしゃり長いよ、ごめんやけどほんまに明日の朝までやるよ、ね、言いたいこと山ほどあるからね、まず止まれ、今日リクエストで、ね、最近ね、お友達になっていただいたっつうところでね、大変お世話になってございますけどね、駒田さんね、業務スーパーでねお声掛けをいただいて、本当にこのあったかいねコメントね毎日毎日いただいてございまして、心ないコメントがある中でね、まあアマチュアワールドですからねまあ喜んでいただければ幸いというところでね、ぶっちゃけ参考にはなりませんのでね、駒田さんもギターでしょ、アコースティックギターでしょやってられてね、もちろん YouTuber ね、ガンガンにこれから飛ばしていく方でございましてね、お互い頑張っていきましょうねというところでね、ですけどお友達がねやられてるようなそんな技術は持ってございませんね、ですからこれはあくまでも自己満でございましてね、自己満のアマチュアのワールドと、ワールドはね、よろしくお願いします、そういう気持ちで聞いていただければなとね、何年も聞いてくださってる方は歌えね
打ったんかな、まだプシャルかっていうね。まあ何年もねやったスタートからあのお付き合いくださってる方も分かってるはずだから多くは語りません。いきます、よろしくお願いします。どうしよう、花粉でしょ、で花粉で今喉と鼻に来てるからすいませんっていうところでね、あのね、まあ、声が出ないのはいつものことなんですが、あの花粉っていうこともあのプラスアルファしてください、よろしくお願いします。もう歌が怒られちゃうからね。出会った頃の二人にもう一度戻ってみよう、そして二人で手をつなぎ幸せになろうよ。出会った頃の二人にもう一度戻ってみよう、そして二人で手をつなぎ幸せになろうよ。海の広さに負けないように眩しい太陽を睨んでみた、ずぶ濡れの僕は魚になり、あの島まで泳いでいった。初めて出会った場所にもう一度戻ってみよう、そして青い空に抱かれ幸せになろうよ。緑の大地で鳥が鳴いた、君は両手を広げ空を飛んだ、星空を見上げ夢を叶えた、月の光で歌を歌った。出会った頃の歌りにもう一度戻ってみよう、そして二人で手をつなぎ幸せになろう。初めて出会った場所にもう一度戻ってみよう、そして青い空に抱かれ幸せになろうよ、幸せになろうよ。早起きにありがとうございました。今日はこの間で
指がね、もうこっから今ね、伸ばせれないぐらい。しかも汗だく。ね。この辺りね、うまい下手ではないんですよ。とにかく、まあまあ、うまい下手だと思うけども、気持ちでいきたいんですよ。要するにね。まあまあまあ、そのハートでね、思いを伝えていきたいかなと。ね。明日は、このファイルではございません。ね。あ、ちょっと痛いかね。これ、東京青春、朝焼け物語ですね。次のページ、あるんだけれども、これ、どうもなかったら、おまけで行きたいな、というところなんですが、おまけはちょっとごめんなさい。できません。とかね、フルでね、やる予定ではございませんでしたけど、やっぱ気持ちでね、行きたいと。ね、そして、桜がね、桜で、今咲いてる桜ちゃいますよ。アンジュ君のね、アンジュ君の桜がね、ヤラマツヨチャンネルの登録者数にね、一人で二つ、スマホだったり、タブレットだったり、パソコンだったり入れるわけですよ。ね、そして二つ三つ数字が上がりますやん。なら、しばらくして一週間、二週間、一ヶ月ぐらいしたら、抜くねん、それを。下げていくねん。で、がっかりさせね。がっかりせえへんけどね、そうなんだよ。いうところでね。ともあれ、そのアンチ君がね、票をくれたんかもわかりませんが、439人ですか。ねえ。またまた増えてまして、びっくりしたりなんかしてね。だから、アンチ君でもいいの。アンチ君でもいいんですけど、新たな数字が見れたら嬉しいかな、というところとね。そして、毎日でしょ、これ。ぶっちゃけた話。自己満を毎日ということはね、まあ、大したことではございませんが、今日が1531本目。ね、今日が1532本になるかな、今のやつがアップされたら、ということでね。だから、何千まで行くか分かりませんが、いわゆる平成の、正確に言うとね、平成の最後、3月の31日かな、に誤って、間違って飛んでしまったっていうね、これが YouTube のアマツヨチャンネルのスタートだったわけなんですよ。ね、本来は、令和元年に飛ばしたかったの。やったことないからね、わからんからどうやったらいいのか、ね、子供に聞いたりなんかしたりね、してね、いや、俺を知らんとかね、私は知りませんとかね、いや、いつも見る側やから飛ばす、ことはしてません、やったことない言うてね、言われて、ほんまはってやってたらね、勝手に飛んでましてね、後で教わったりなんかしてね、父ちゃん出てますよって言われてね、みたいな。消してくれってね。いや、病気さんどんな人消すか分かれへんがね、汗かいたりなんかしてね。またいじくり回してね、なんとか消したりなんかしてね。それがスタートでございまして、それがいわゆる1500の31本になってると。ね。もう、いわゆる5年でしょ。ね。丸4年ぐらいやってるわけじゃないですか。ね、それでこの自己満ですよ。ね。ですからこれ、ここから技術が向上することはございません。はい。手が、指がこうですけどね、これが多少良くなったところでね、大して変わりはございません。ね。まあ、力強く行ったりなんかしたりなんかしましてね。ありますけど。そして、なんとかね、アンジュ君もそうですが、名古屋のね、名古屋地方の方だと思うんでね。分かってたりなんかしてね。まあ、どこの方でもいいんですから、どんなコメントでもね、受け付けておりますから、ね。いいんですけども。ですから、とりあえずね、入ってきた以上は、もう見たらわかりますから、アマツヨっていうことはね、パチパチと、あ、長渕さん出てるようなんでね、そこから入ってきた方、なんや、違うやねえか、とかね。うん、そして、気持ちを焼いた方、ね、嫉妬した方、いろんな方いらっしゃると思うんですが、もうウェルカムなんでね、やっていただいて、その間チャンネル登録をしてください。ね。あと見なくても結構です。そんなことないよね。まあまあまあ、それはもう、ご自由ですからね。強制ではございません。ただ、無料でございます。ね。ね、それもね、ただよりも高いもないということもございますけどね。嘘と騙しは違いますから、ね。騙されたと思って、プチッと押してくださいよ。ね。信じる者は救われるのでね。ございます。これ長いでしょ、今日でさり。他にまだ言いたことあったけど、
忘れた。暑いでしょ、今日。花粉も飛んでるしね。なんか、この、言わなあかんことがあったんですけどね。忘れた。まあ、そういうことでね、アンジュ君も、関西に来られた、暁にはですね、まだオープンはしてございませんが、あと1471日か。ね、1471。で、60歳を迎えますんでね、僕が。そしたら次のステージ。行くんで、ね、オープンしたら、ね、やっぱり生でね、見てもらった方がね、よりこの良さが分かると思うんですよ。ぶちゃけなし、ね。まあ、この、テレビでね、つないで見てくださってる方、スマホでね、見てくださってる方、タブレットで見てくださってる方、ね、いろんな方がね、いらっしゃると思いますが、ね、やっぱりね、生で見た方がね、がっかりするのもがっかりするし、ぶっちゃけだしね、うん、ハッピーな気分になるのはハッピーな気分になるでしょうからね、そのあたりでね、一度は、立ち寄っていただきたいなと。オープンまだですけどね。まあまあ、それもこの中でね、アマゾンチャンネルの中で報告していきたいなと、きっちりとね、思ってございますんでね。これまた来月から、今ね、行ってる病院から近くの病院に移ってね、紹介状を書いていただけるっつったことでね、リハビリまたね、励んでいきたいなと思ってますけどね、痛みとしびれがね、やっぱりね、12、1、2、3月、ね、終わる、もう4ヶ月、もうすぐで終わるんだけどもね、5ヶ月目に入るんですけどね、やっぱりね、イマージなんですよね。まあまあまあ、言うと思う。毎日毎日ね、皆さんも、お勤めご苦労さんとね、まあおもろくない時もね、行きたくねえなとかね、起きたくない、いろんなあると思うんですが、ね、頑張りたくても頑張れないね、行きたくても生きれない方もたくさんいらっしゃると思うんでね、やっぱり自分なりに頑張って、ね、自分なりの無理なくね、無理ない朝を迎えていただいてね、頑張っていきましょうね。それぞれ悩みもあろうと思いますがね、もう私なんかもう悩みの塊でございましてね、どうしようかなっつうこともたくさんございましてね、まあまあ面白おかしくやってはございますがね、これ一人だったらね、ほんまにね、泣いてますから、ぶちゃけだなしね、というところで、今日はこの辺りレオドリルコで、ね、横でね、ドリームタイム出てますというところでね、明日も頑張っていきましょう。明日はここじゃないけどね、明日は、昨日めくったページの次のとこ行きますんでね、よろしくお願いしますね。まあ小松さん、これで、どうでしょう、満足なさるかどうか分かりませんけどねまたね、やれるやつはいつでもね、やってみたいと思いますんでね、またよろしくお願いいたします。そしてこれあれやな、職場の王くんもハマってるって言ってましたよね、この曲ね、幸せになるよね、この間現場でね話した時に言ってございましたけどね、どうでしょう、よかったでしょね、よかったでしょって言わないしょうがないじゃないですか、そうしょういうところでね、まあ王くんも何ロトセブンか、ね、に力を入れてるっていうところでね、当たったら必ずね、10億を選んから1億ぐらいはお願いしますというところでね、言ってもう契約をしてございますのでね、よろしくお願いします。まあ、僕ミニロトですけどね、まあ、火曜日に抽選会あるじゃないですか、ね、5つ合わせて、1000万ですかね、というところで、次の軍事機にしてなきませんからね、店の軍事機にしたいと思いますんでねよろしくお願いしますというとね、今日はこの辺りで、明日もよろしくお願いします。長かったでしょ、今日。ほら、もうちょっとしたら20分になるやん。ね。1時間ぐらい行ったのかな、思ってんけどね。もう、誰も聞いてくれてないだろうなと思ってね。でも、奇跡的に最後までね、ご覧になってくださった方につきましてはね、本当に心の底から感謝しております。大きに、ありがとう。明日も行こう。バイバイ。ロックロール。いい夢見てね。よろしく。今からアップします。バイバイ。